朝、学校へ行ってきますと言って出かけたきり、帰ってこないっていうか、それ以来僕は結局会えなくなってしまったということ高校2年生の息子との別れを話すのは、岐阜県で自死遺族の会の代表を務める木下博明さん。失踪の原因は母の自死を発端としたいじめでした。それまで、いわゆる精神疾患を抱えて、非常に10年間ぐらい闘病生活を送っていた妻がですね、一人息子とちょっとしたその仲違いというか、ちょっといさかいがあって、それを契機にですね、自宅で、焼身自殺をしてしまいました。お前のお母ちゃんはですね、いわゆる命を粗末にしたアホなやつやとか、それから、火事を出して近所に迷惑かけてとんでもないやつやとか、まあ、いろんな形で揶揄されながら、ちょっといじめにあっていたようです。小学校でのいじめを機に、中学時代は不登校に。学校側にサポートを求めたものの、不登校の背景にあった心の傷を、当時はなかなか理解されなかったといいます。少しずつ地域の卓球クラブなんかに誘うようなことをしたりとか、いろいろ不登校の親の会の人とかも含めて、ちょっといろいろ取り組みをして、ちょっと自分を取り戻して、まあ高校には入りたいと。木下さんの支えもあって、高校に無事入学。自分で卓球部を立ち上げるなど、順調に学校生活を送っていました。しかし。秋口から急にその元気がなくなって、で、どうしたのかなというふうにちょっと本当に心配して見てたんですが、高校2年の、始業式の日、つまりこれ、始業式の日というのが、母親が自死した日だったんですね。それが、息子がちょうど小学校6年生になった始業式の日に、母親がその焼身自殺をして、で、その日を選んで、失踪してしまいました。自宅から少し離れた山中で発見されたのは、1年3ヶ月後のことでした。失踪直前、いつもとは違う息子の言動があったと、木下さんは振り返ります。例えば、母親にいつも買ってもらったチーズケーキを買ってくれって言ってみたりとか、それから、それこそ前日には、親父酒を飲もうかなんて話を僕にしてきたんですね。つまり、僕がずっと、まあ、これもベタでありがちなんですが、息子が成人になったらね、お前と一緒にその酒を飲むのがね、お父さんの夢なんだ、みたいなことを割とプル喋ったことがあって、多分そのことが頭にあったと思うんですけども、今思い返せば、SOS のサインだったとわかる息子の言葉。ただ、日々の生活に追われる中で、一歩踏み込むことができなかったと、木下さんは話します。気づいていても、その日常性の中で埋没してしまう、その怖さを僕はずっと感じています。で、息子にしてもその不登校になってたり、いつもなんか大丈夫かな、こいつとか、ずっと思い続けてるけれども、そういう状況がある日常になってしまって、なんかこのある種の切実な課題として、なかなかね、家族の場合だと見つけにくいというか、いつも不安定で不安なんだけれども、何かしでかすかもしれないっていうのは常にありながら、なかなかその、具体的なことへつながらなかったというか、だから日常性に埋没する部分がどうしてもあるなって。で、ご遺族の方とお話をしていても、やっぱり半分気づいてるし、おかしいなと思ってたりするんだけど、やっぱり止められなかった。なんかそれがとても、多いなというふうに思いました。妻と息子の死、そして遺族との交流を繰り返し、様々な葛藤を重ねてきた木下さん。答えなんて見つからないと思うとしながらも、今まさに悩みを抱える子どもたちにこうメッセージを送ります。そう簡単にね、あれだし、その相談ができないから悩んでるんだと思うんですけど、だけど、人とちょっとだけでも関わらないと、糸口が見出せないというふうに僕も思ってるんです。で、そういう意味ではね、今のそうやってしんどい思い抱えてる子どもたちにも、なんていうかな、ほんの少し勇気を持ってというか、ほんの少し無理をして、
あるがありがままじゃなくてね、今の自分、ちょっとほんの少しでいいから無理をして、言葉を出してみるみたいなことをしてみてくださいと。そうやって出してきた子供たちの声を、周りのね、大人たちとか、その人たちが、むしろそっちの方が課題だと思うんですけども、ちゃんと受け止める。なんかその、来た時にちゃんとそのことについてしっかり耳を傾けて受け止めながら行動するみたいなことが、まあ、ありきたりですけど、僕もそこぐらいかなと思います。木下さんの思いですが、まずはどうご覧になりましたか？そうですね、今こうやってお話しされていると思うんですけども、本当に何年経っても辛いことだと思いますし、やっぱりその時の記憶っていうのはずっと残るので、これすればよかったなとか、この時にこうしてあげれば、こういうこと聞いてあげればよかったなとか、そういった後悔の念っていうのは、その日、年月をたが経ったから忘れることではなくて、常に悔やんでいることなのかなと思いますし、ただその上でこういった遺族の会ですとか、そういうのを立ち上げるという行動っていうのは、この経験を、どうにか一人でも多くの、息子さんと同じような運命をたどらないように、一人でも多く自殺という悲しいことにならないようにするために、救うための、木下さんの努力なんだろうなというふうに思います。そうですね。いや、本当にこう、聞いているだけですごくこう苦しいそうですね。なと思ったんですが、始業式のシーズンではありますが、もう木村さんのもとにもこう辛いという声、届いたりしますか？そうですね。私も、クリニックで児童精神で、それこそ小学生、中学生の方見ているので、かなり多い印象を受けているんですね。で、特にこの、8月、この9月の2日に、学校、新学期っていうことになると、その前の1週間、2週間前ぐらいからだんだん学校が始まるんだっていうことで、なんか2学期が始まる前ぐらいから、そうですね、夏休みに入るときって結構皆さん元気なんですけれども、やっぱり学校が始まるっていうのを意識するときになってくると、だんだんと調子が悪くなるというお子さんは非常に多いなという印象を受けています。なかなかこう、学生時代に環境を変えられるんだっていうことって自分では分かんなかったりして、そうです解決ね。策もこう見つけられないというか。そうですね。今おっしゃった通りで、大人って今転職とかも結構ハードルが低くなってると思うんですね。例えば、退職代行とかそういうのもでき始めて、昔よりは一つの会社にずっと勤めなければいけないということではなく、選択肢を広く持っていいんだというような社会の風潮になっている気がしているんですけれども、一方、じゃあそれが子どもにとってどうなのかというと、子どもはやっぱり学校を変えるってなると、かなり大きなことになってくる。そして自分だけでもう学校を変えますっていうのはなかなか難しいと、もちろん親もいろんなことを思ってますし、そしてさらにその、親のことを見ていると、子供って本当に親の空気読むんですよね。なので、なかなか、親が期待してるだったりとか、頑張ってって思ってる状態で、その学校を変えたいだったりとか、そういうことを言い出すっていうのはかなり難しいんだろうなっていう印象を受けています。なんかこう自分を思い返しても、小学生の時結構辛かったんですけど、学校変えられるっていう選択肢があることをまず知らないかったそうんでですすよよね。ね。今ほどこういう、こう転校できるっていうことが言われてる時でもなかったですし、もう例えば今でもこう社会に出たことがない子どもたちが自分でその環境を変えられるんだっていうのを知れることってなかなか難しそういでですすよね。そね。の転校っていう選択肢があると思っていても、いざじゃあどうやって行動に移せばいいのかっていうのは全くわからないと思うので、やっぱりそこに関しては、なるべくその今の学校に例えば行けなくなった時に、もちろんそこに復活するっていうこともあると思うんですけれども、選択肢の一つとして、そういった選択もあっていいんだよっていうことは伝えていかそうなでけれすばいね。けないのかなと思います。そうですね。そして今日9月2日から多くの学校始業式を迎えますが、厚労省が調査した小中高生の自殺者数の動向を見ると、4月と夏休み明けの9月10月はやはりこう自殺する子どもが特に多いのが分かりますが、
周りの大人、特にこう親御さんとしては、どう子どもの異変に気づいたらいいのでしょう。そうですね、先ほど VTR でもありました通り、ちょっとその前にケーキ、チーズケーキ買ってこようかだったりとか、お酒飲もうかっていうのもあったじゃないですか。普段と必ずしも、お子さんで辛い思いをしている子が辛いっていうふうに言葉として発言できるかと言われると、できないケースも非常に多いんですよね。それは、なかなか言語化っていうことが、例えば小学生だと言葉として伝えることが難しかったりとか、あとは親は言ってほしいんだっていうのを感じているお子さんだと、親をやっぱり傷つけたくないとか、そういう気持ちからもなかなか言葉にできない。あとは学校で例えばもし、いじめだったりとかそういうのに遭っているとしたら、それを自分がいじめを受けているということを言ったら親も傷つけてるんじゃないかとか、いろんなことを思って言葉にすることができないお子さんがたくさんいるわけですよね、その時にいつもと何か違う変化、その直接的に辛いからやるという行動に見えなかったとしても、例えばチーズケーキとかもそうですけど、ちょっと親に甘えるような行動だったりとか、あとは少しなんかわからないけど口数が多くなるだったりとか、もちろん逆に少なくなるもあるし、その笑顔がだんだん減っているなとか、そういうのもあるんですけれども、なんか一見ちょっとプラスなのかな、例えば甘えるだったり言葉数が多くなるだったり、そういったプラスなのかなって思うことに関しても、親にやっぱり言うタイミングっていうのを伺ってる可能性もあるので、何かしら普段と変化がある場合には、そのお子さんと一緒に時間を共有するということをしていただきたいなと思います。直接的に何かあったのとか、もちろん鼻から否定するっていうのは良くないことですし、学校行きなさいだったりとか、なんでこんなことしてるのっていうことは良くないですけれども、こっち親側がどうしてもこうなのああなのとか、こうしなきゃダメじゃないとか、そういうことを言うわけではなくて、お子さんを受容すると言いますか、何かしら伝えたいことがあるのかなと思うので、その一緒に時間を共有することでお子さんが伝えられる空間を作ってあげる、そして何かしらお子さんが話した時には、結論もこっちがパッて出すのではなくて、オウム返しとかで、あ、そっか、そういうことあったんだねっていうと、オウム返しされると結構人間ってその後に言葉を伝えようとするので、そういった返しをしてあげるといいのかなというふうに思います。直接的な相談じゃなくても、たとえそれが、一見良さそうなことに見えるちょっとした変化だったとしても、時間を共有したり、ちょっとこう話しする中で、徐々に引き出していくみたいなことですね、本当に辛い状況にあるときに無理やり話させるっていうことも、それもまた辛いことではあるの で、まずはその状況を、辛いんだっていう気持ちがあっていいんだよっていうことを、辛い気持ちがあることが良くないんだっていうわけではなくて、それをちゃんとある事実っていうのを受容してあげること、そして常に味方だよ、何があってもあなたの味方だからねっていうことをちゃんとサインとして伝えてあげる、言葉として伝えてあげるってことは非常に重要ですし、また何かしら今って例えばオンラインとかでもつながるところがあったりするんですよね。結構私が診察していて、なかなか学校には行けないけれども、オンライン上での友達、何かしら話せる子はいるっていう方ってすごく多くて、で例えばそれがゲームとかであって、親が心配で、もうそんな休んでゲームばかりしてないでとか、そういうことになっちゃうのも気持ちも分かりますし、それだけになるのは本当は良くないかなとは思うんですけれども、やはり何かとつながってる、社会とのつながりっていうのが完全に遮断されてしまうと、どうしても自分の居場所っていうのが見出せなくて、自分を追い込むことになってしまうので、オンラインであっても何であっても自分の居場所を作るっていうところは、ぜひその社会復帰のためにも、自分の気持ちを和らげるためにも心がけていただきたいことだなと思います。そしてもし今ご覧になっている方で、いじめなど悩みなどがありまして、困っている方がいましたら、ご覧のように電話や SNS で悩みを相談できる窓口もあります。一人で悩まずに相談してほしいと思います。もし一人目の大人が聞いてくれなかったとしても、絶対に力になってくれる人はいると思いますので、勇気を持って相談してほしいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。アベマヒルズキャスターの柴田彩です。これを機にチャンネル登録もお願いします。